浄化する。え？あ、誰だ？あ、口裂け女だ。ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はゴーストバイヤー東京の続きですね。やっていきましょう。前回サブミッションやって、で、ボランティア事務所。ああ、これやってないね。これね、座敷わらし。何か使いたい霊がいるようだっていうのをやってから、メインミッションの方行きましょうかね。さあ、この先か？向こうだな、30。かき氷屋さん。これは？あら。ばあさん、あんた自爆霊だな。おばあちゃんだ。そういう霊もいるんだろうね。見た者に富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。ここの主は以前から譲ってくれとしつこくても、あのじいさんが連れ去ったり決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえんかの。なるほどね。幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃこれを持っていってください。お、何かくれるね。塩せんべい。あれ、塩せんべいはあの子の大好物なんだ。なるほど、食べ物で釣るんだ。はい、この中でことか。床の間に行けばいいのか。ん、座敷わらし泣いてるぞ。なんだこれ。どうも違和感があるな。なんだ違和感がある。これって何の跡だろう。お、団子だ。家主の日記の切れ端。私にも座敷わらしさえいれば、せっかく大金を借りたってのに、あの強欲ババアが占いと抜かしやがった。座敷わらしを独り占めする気だ。もう我慢できない。こうなったら座敷わらしをさらってやる。まさにその通りだったね。かわいそうに。かわいそうに。もう泣くな。ばあさんに会わせてやるよ。お？お、けん玉だ。知ってるわい。いまいましい座敷わらしめ。泣き声で夜も寝れやしない。さらってからもう3ヶ月が経つが、ろくなことが起こらないのはなぜなんだ。大金が手に入るどころか、借りてた大金を空き巣に盗まれちまった。毎日借金取りがうるせえが、もう少し辛抱すればきっと報われるはずだ。やっと手に入れた金の卵を産む鶏、誰にも渡すものか。金欲しさの誘拐か。座敷わらし、ひどい目に遭ってなければいいけど。ここじゃねえのか。子供を泣かす。いや、ろくなのはいねえよ。床の間って言ってたな。青い器ってどこだ。帰りたいね。どこにいるんだろう。この家のどこかのはずだ。探すんだ。開かない。鍵を探すか。どっかに鍵があんのか。ここら辺から音するよね。あ、なんだ。これだよね。これが気になるとこだな。図弾か。力を使え。姿が見えるよ。見えた。まさか仏壇を丸ごと隠してやるとはな。なるほどな。間取り図。金庫にしまわれた間取り図。これ見るとキッチンと反対側、玄関の右側か。見てみろ、床の間がある。うん。
この図だと右下あたりか。座敷わらしはここだね。どうやって行くんだ。塩が盛られてるぞ。あ、見えた。油断するなよ。あ、座敷わらしがいるっぽいね。あ、出た、じいちゃんだ。ヌスと竹だけシートはこのことだな。竹だけシート。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ。座敷わらし。うるさいおじいちゃま。クソ野郎が死んでまで金に執着しやがって。こんなやつは印で払っちまうぞ。印。はい。ん？で、なぞる。今のでいけたのか。欲深いのもほどほどにしてほしいね。青い皿だ。さてと、あとは塩せんべいだな。はい、置きます。お帰り。もう自由だからね。ありがとう。いいえ。やっぱ幸運はなしかよ。老婆に伝える。まあいいことはね、見返りを求めちゃいけないので。あ、座敷話いるじゃん、後ろに。かわいい。お母さん、やってくれたな。かわいい。そう怒るな。この子を泣かせると不幸になるぞ。なるほどね。これじゃあ、ダラスのじいさんと変わらんわい。やれやれ。会えてよかったですね。おかげさまで、ありがとうございました。これで、思い残すことは。ああ、ばあちゃん行っちゃうのかい。生き方がかっこいいな。座敷わらしの力を得る。なんだ。マガ玉、妖怪を吸収するとマガ玉を取得できる。マガ玉を霊儀画面で使用すると霊儀ツリーをロックし、解除して新たな霊儀が習得できる。なるほどな。あー、これのことか。霊儀ロック、これを解放できるんだ。でも7個必要じゃん。結構いるんだな、マガ玉。なるほどね。はい。ってことで、メイン、イベントに行きましょうか。あ。破壊エーテル。破壊した時爆発する。あー、なるほどな。マジか。いるね。その調子だ。おい、ダウンしてるぞ。まだいるな。オッケー。いただき。あの子邪魔だな。なんだこいつ。おがん。霊力の最大値。あ、マジ？これめっちゃ嬉しいじゃん。大きな神社の浄化。複数に、汚れた鳥居があり、すべてを浄化化することで周囲の霧を晴らす。ここだ。ちょっとこれやっちゃうか。オッケー。あ、マリだ。マリの声が聞こえる。助けてって。近くにいるのか。マレビトの手配をする。予定と違うじゃないか。これだ、白山神社。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。
やってまうぞ。即場。いってらっしゃい。うまくいったぞ。ん？これ。これだ。通る。何かあるわけじゃないのか。あ、通る。堀をやらんといかんのか。ん？あ、これか。浄化します。消えない。あ、いけるはいけるんだ。なるほどな。まあ全部浄化しましょうって話な。こっちは？あ、バレちゃったー。乗ってきた。アグレッシブ女子？ここは引き抜きます。いただきます。はあ、これがあれか。すぐあれだな。いただきます。ここはこの鳥、ん？この鳥か。違う違う。よいしょ。浄化。さてさてだね。あと一個かい？まあいっか、戦おうぜ。いただき。こっちは何もないんだ。狭いな。いただきます。こっち行った方がいいな。お、来たね。あいつ鬱陶しいな。お前には特別にこれをやろう。いただきます。こわ。うわー、おにぎりの梅干し食いたくなってきちゃった。浄化。あら、カラスのいるところには危ないって言ってたね。お、なんだ、おみくじを買う。浄化済みの神社やフォレストトラベルアイコン等を選択し R を押すとその場へ移動できる。すごいじゃん。めちゃくちゃ便利じゃん。強い力を感じる。ここに何かあるな。
ちょおみくじかわして。神社をくまなく調べろ。分かった分かった。取り残された霊の居場所も分かる。ちょっとおみくじやらせてくれ。行く。純吉。一定時間。あ、なるほどね。そうだね。カラスがいるんだよな。ここは入れるんだ。あ、吸収します。藩主の集報、在庫切れ、デザイン決め、打ち合わせ、買い物、大掃除、大変ですね。上限、あ、厄年のね。熊岡が、男が41か。まだまだだな。あと6年後。はいはい、大事なねお話ですよ、こういうのは。お、なんだこれ。抜けれるんだ。あ、天狗ちゃんいる。お花長おじさん。え、あれね。武具を入手する。あー、さっきのところだ。一安心ってとこだな。お、なんだ。お賽銭、名家の量に応じて様々なご利益がある。ほんま神を信じないんだけどな。まあいっか、とりあえず。なんだ、燃えてるぞ。あ、能力的な話か。かっちょいい。こいつは使えるぞ。カース、火属性のエーテルショット。威力が高い炎の槍。射程が長い。チャージショットは爆発する火の玉に変化し、複数のまれびとを巻き込める。あー、なるほどね。いい。あはは、普通のと、火と弓。寄り道した甲斐はあったな。これも変えれるんだ。これ今炎でしょ。見渡せる場所はないか。あ、でも炎5月なんだ。5月だね。江戸さんだ。悪くない。タヌキ？なんだ？何か言ってる？おい、力を使ってみろ。ちょい、兄さん、兄さん。やっぱりワイの言葉が通じとうか。普通の人間と違う。そんなあんたに頼みがあるんや。洲本、洲本でいいの？あら、子分たちと来ている。わいは腰悪うてな、代わりに探してもらえんけ。化けて姿を変えとうが、兄さんやったらわかるやろ。見つけたらわいのところへ来るよう言うたって。なるほど。親分とはぐれてしまった子分が街中にいるらしい。わりが近くに一匹おるやんけ。この神社に尻尾生えたんがおるさかい。見つけたらまたここに戻っといで。古文を探せ。この感じ、近くに何かあるな。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。ん？聞いてください。ここで供養していた人形が逃げ出したんです。人形が逃げ出した。私はその後、すぐに事故で死んでしまいました。はい。あの人形、髪が伸びたり、供養に出しても戻ってきたり、気に悪くて、死んでも成仏できないし、全部あの呪われた人形のせいなんです。見つけ出して供養してもらえませんか。いいですよ。どんな人形なんですか。先に亡くなったあれが大事にしてた日本人形なんです。その人形、何かが宿ってるな。なるほどね。ここから人形の思念を終えるはずだ。
人形供養。なんかいろいろだなぁ。タヌキ探さなきゃいけないし。よし、思念が見えたぞ。え？あそこ？タヌキを探したい先に。え？あ、猫ちゃんか。人形の、人形はこれについてきゃいいの？ん？これなんだ？あ、人形が行ってる。どこだ？なんで宙に浮くほどの力を持ったのかな。なんだろうね。さあな、殺人鬼の霊でも乗り移ったんだろう。お、いいじゃない、殺人鬼の霊。見すぎだよ。DVD はよく見てるかな。サブスクじゃないんだ。なんか言ったか。あれ取れないの？取れないの？あれって。あ、取れた。どこ行った？近くにいる。ん？あれか？あれ猫か？いるな。え？違う。あ、これか。いてー。他にはワンワンが泣いてるけ、あ、どこ行った？ん？ちょっと待ってね。あ、上行ったな。急に上に行ってるな。宙に浮けることを突然自覚したのか。低いとこに怖いものでもいたのかな。人形が何を怖がってるんだ。どこにいる？向こうにいるな。行こうか。やば。あいつらめんどくせえな。あ、ここまで行けるんだ。楽勝じゃん。よし。で、登って、あ、まだいるっぽいな。
使ってみるか。ファイヤー気持ちいい。さて、ああ体力やっとくか。この上？ああ上っぽいね。違う違う。あ、どうした？あ、これ？いたぞ。この人形だ。え？今のは人形の声？見ろよ。あの藁人形には呪いが施されている。なるほどな。あれをお祓いすればいいんだね。お願いします。はい。しょ。解放。ちょい。ああ、これになんかやられてたんだ、この日本人形。ありがとうございます。誰かがあの藁人形で弟を呪っていたんです。なるほどね。弟さんって神社にいた男の人？はい、私がずっと守り続けて。ああ守護霊だ。離れてしまったせいで守りきれなくて。優しい姉。弟は呪い殺され成仏すらできずにいました。ああ、なるほどね。その地獄を解いてやりたかったんです。誰だこんなとこに藁人形したやつ。安心して成仏できます。弟が成仏できないからお姉ちゃんも成仏できなかったんだ。なんてこと。神社の霊に人形を届けて本当のことを教えてあげなきゃ。人形のせいで死んだと勘違いしてたからな。本当は守ってくれてたのに。はい、取ります。さあ、弟よ。お、見つけてくれたんですね。もちろんです。ありがとうございます。早速、その気味悪い人形を燃やしてもらえませんか。この人形に宿っていたのはあなたのお姉さんだよ。あなたを呪うための藁人形があって、彼女が身代わりになってあなたを守ってたんだ。姉さんだ。そうじゃ、私が事故でやったのは。お前が守り神を手放したからだ。まさか、この人形の中に姉さんがいた。なるほどな。ずっと私を守ってくれていた。優しい姉。それを私は。姉さん、すまない。許してくれ。姉のおかげで、お前ももう成仏できるはずだ。彼女もあなたを救ったことで、安心して成仏したよ。本当にありがとうございました。礼はあの世で姉に言うんだな。さあ、日本人形がなくなってだね。あ、今のを吸収できる。あ、これか。さてさて、タヌキタヌキタヌキはどこにいるんだ。あ、これか。親分が探してる？かわいい。なるほどね。近くにいるのに、こんなに。なるほど。人間に尻尾が生えてるわけじゃないんだ。生きたまえ。これさ、チャージどうやってやるんだろうね。まあ、いいか。兄さん、大きに。なるほどね。オーブンを探せはまだ続くと。そこにいるのか。何でも吸い込む穴がまるでブラックホールだな。ちょっと行ってみるか。え、吸い込まれたらどうすんだよ。心配すんな。
俺が何とかしてやる。ブラックホールに行くんだ。何でも吸い込む穴を探す。向こうの方にあるな。なんだけど、ん？どこだ？ああ、それが家か。まだ遠いから先こっちやっちゃうか。随分と客が多いな。本当ですね。あ、おい、霊を吸い込みやがった。吸い込みやがった。とんでもねえな。あ、なるほどね。なんだ？いってー、なんだって？いってー、いただき。いただきます。さてと。あいつは物欲の塊なんだ。俺の大事なものまで盗みやがる。何を？お、パンダだ。さあ、このブラックホール飽きっちゃねえ。障子の奥に何かいるぞ。なんだい？何のいたずらだ？なんだこれ。印を結んで炙り出すぞ。はい。はい、ほう。あ？クソ、逃げたぞ。はい、はい、ほう。どこに行った？トイレだ。結ぶぞ。解放。どこ行った？あの野郎は上に上がったぞ。上？ああ、上だ。汚いね。なんだこれ。フィギュア。ガイド取れないんだ。おお。どこだい？いつまでかくれんぼする気だ？ここ？おい、力を使って居場所を特定しろ。ん？やっと会えたな。これ？ジャイアンだ。ジャイアンが笑ってる。出たー、戦うんだ。偉そうに。鏡の見物か。どうすればいい？人に聞く前に自分で考えろ。あれ、引き抜けなかった。いただきます。いてー。あ、俺、あれやん。OK。 これってさ、リロードとかできないの？いただきます。行って。 OK。 怖っ。いただき。
皮をいただき、この少女霊はまだいいけど、おばさん霊が、あ、レディ霊が、オッケー、激しいね。オッケー、一人か。いただきます。よくやった、あの野郎だな。こいつ動かないから楽勝やん。え、そういうことじゃない。あ、話すんだった。おい、ジャイアン。そんなこと言ってんじゃないよ。いい結び。かっこいい。ほっ。ほー。ちょっ。はい、ほう。いってらっしゃい。お、防御力 10% アップとなってる。戻れたな。俺の言った通り、なんとかなったろ。なりましたね。僕が体張ったんだけど。な、むしる。やだね。死んでも欲に取りつかれるんだな。そういうやつは結局すべてを失うがな。欲まみれのね。何かねえかな。こんなとこにある食べ物やか。とりあえずサブミッションもあるけど、一旦その陰りへ展望台行ってみる。どっかしら、あ、どうもい。遊びたいのかな。痛い。いただきます。とりあえず向こうに行かないとだけど、こっからはいけないね。だいぶ先か。273m、ちょっと遠いのか。あ、でもこれ大きな道路行っちゃえばワンちゃんもいるね。何か来る。あれだ。え、あ、なんだ、蛇みたいだ。おっかねえな。なるほど。速攻だ。おやべ。どっちだ。来るぞ。なんかすごいな。あ、何人か。いってー。どこだ。
あー、あいつ引っ込んでたのにな。いただき人魚。いや面白いね、いろんなやつがいるわ。ほんで、結局まだ行けないのか。あの鳥居の方に行きたいんだよな。なんか上から行けんのかな。天狗さんいない？天狗さん、あ、いるね。痛い。あいつか。引き抜き。オッケー。お、幽霊だ。結局向こうに行く術がねえんだな。あ、いるじゃんそこに。下か、ここからだな。よーし、ここだ。あれ、やっちまったな。よし、こっちからあの神社を解放しに行きたいね。こっちか、この下だ。なんか激しく、あ、こういう能力あんの。鳥居をやりたいんだけど、いるのかな？いるっぽいね。なんかどこどこ行ってない。あ、落ちちゃった。鳥居があった。浄化する。え？あ、誰だ？あ、口裂け女だ。あら。ありがとう。礼はいい。来るぞ。なるほどね。いてー、やべ、はめられた。こんなところで。さあ、はまんないように一回いてー。ちょっと待って、これ爆弾どこにあるかな。あった。ファイヤー。こいつでいいな。危なかった。あれ、楽勝やん。ボスキャラじゃないんだ。楽しい。よし、浄化しよう。オッケー。お、なんだこれ。これも強い力を感じる。水系か。火は周りを巻き込むタイプでしょ。あ、範囲が広い。
至近距離で命中させると威力が高い。へえー。あ、貫通系か。僕らの霧も晴れた。面白い。なんだ、エレベーターが降りてきたぞ。あ、団子が浮いてる。なんだ、食べ物飲み物を産むものなのか。あ、浮くものなのか。よし、もっと救わなきゃ。さあ上行きましたね。あ、このトラック、あ、で、あれか。サイドミッションまだあるな。で、これか。浄化することで晴らすことができる。まあ、とりあえず、陰りえ展望台を目指すだよね。目指していかないといけないので、この先だな。ん？これか？ああ、これだ、これだ。まあ、次回はこれ目指していきましょうかね。よし。というわけで、今回この辺で終わりです。皆さん。良き夜をお過ごしください。